結論から言うと場合によります。昨今のビジネスシーンというのは非常に多様性があります。その人のビジネスシーンにニットタイが合うか合わないか、相性はいいかどうかというのがポイントかと思います。チェック柄のジャケットをビジネスで着用します。ネクタイがどうしても必要だという場合にはジャガードのネクタイもいいんですけれど、カジュアルなネイビーのニットタイを合わせるととても雰囲気がいいのかなと思います。こちらはウールリネンの素材のスーツです。こういったスーツに対してはニットタイの相性はとてもいいかと思います。対照的にウーステッドのこういったネイビースーツだとネクタイが少しカジュアルすぎるのでバランスは良くないかと思います。シャツもややカジュアルな素材のもの、あとは襟型のものがおすすめです。ブロードの前立て付きのタブカラーなどもおすすめ。チェック柄のボタンダウンシャツ、もしワイドスプレッドで選ばれる場合は素材をこういったドビーのようなカジュアルなものがよろしいかと思います。ニットタイも今多様化してまして、スクエア型のベーシックなニットタイ、よりこうドレッシーな剣先のしっかりとあるもの、スクエアなんですけれどリバーシブルになっている配色のものなどがございます。自分がニットタイのコーディネートを一つ提案するとなると 4BW でよりカジュアルなスーツなんですけれども、しっかりと装いたいという時にニットタイが非常に相性がいいのかなと思います。足元は軽快にスリップオンで、大切な人と食事に行く時なんかにこういったコーディネートを僕は着たいなと思っています。